パモモドゥコナテは、スウェーデンマルメ出身のギニア代表サッカー選手。ポジションは DF。父親は、ギニア出身。母親は、ガンビア出身で自身は、マルメで生まれ育った。2012年11月23日、マルメ FF のファーストチームに昇格した。2013年4月17日、アイク・ソルナ戦でアルスベンスカンデビューを飾った。2014年、 エステル・スイフに期限付き移籍した。同年夏、マルメに復帰し、8月27日に開催された、UEFA チャンピオンズリーグ2014から15、プレイオフ第2戦のレッドブルザルツブルク戦で、UEFA 主催クラブ大会に初出場した。2017年7月27日、セリエ A に昇格した、s p a l へ3年契約で移籍した。しかし、 出場機会はなく、アメリカメジャーリーグサッカーの FC シンシナティへの期限付き移籍を経て、2019年2月27日に母国スウェーデンの GIF、スンツバルに完全移籍した。2020年7月15日、スウェーデン2部の4ショーピングソードライフに移籍。9月9日、ノルウェーのローゼンボリ BK にシーズン終了までの契約で加入。2015年、 U-21 スウェーデン代表メンバーに選出され UEFAU-21 欧州選手権2015で優勝した2016年リオデジャネイロオリンピックのメンバーに選出された2016年1月スウェーデン代表デビューを飾ったその後出場資格を持つギニア代表への替えを決断2019年10月13日 チリ代表とのフレンドリーマッチでギニア代表初出場を飾った。出展、ありがとうございます。